人離れがいい5号艇今垣幸太郎、一つでもうちのコースを取りに行く構え。スタート展示では4コースと5コース定番入れ替わっての3対3と分かれていました。ボートレース三国シリーズ3日目の競争、朝の4つの企画レース終了しまして、競争水面上続いてのカードは第5レース予選競争です。対戦メンバーは1号艇中西博文、2号艇室田康文、3号艇東寺智人、4号艇渡辺悟、5号艇今垣幸太郎、6号艇高倉幸太、以上のメンバーです。インコースに構えますのは1号艇中西博文。このレースはキャリアボデーを交換しています。1号艇中西の陰線です。2コースには2号艇室田康文。室田はピストンリング1本を交換しています。本日は12レースとの2走です。引っ張っていきました。3コースに5号艇今垣幸太郎、ここまで負けなしの4連勝を飾っています。5号艇今垣が角の3コースです。4コースに3号艇東寺智人、5コースは4号艇渡辺悟、6コースに6号艇高倉幸太と2対4と分かれています。進入はインから1番2番5番3番4番6番です。スタートしました。2号艇室田、6号艇高倉、4号艇渡辺と好スタートを切っています。逃げ体制インから1号艇中西まくる、5号艇今垣、内は2号艇室田、その後ろは6号艇の高倉が続いていきます。内から2号艇室田、1号艇中西捕まえて先頭、外3、5号艇の今垣3番手、その後ろは6号艇3号艇4号艇の順。スタートは正常です。1周2マーク、2号艇室田が旋回、1号艇の中西、5号艇今垣握っています。内からは6号艇の高倉、2号艇の室田は突き放して先頭、5艇身6艇身リードを広げました。2番手争いわずかに1号艇中西優勢、外5号艇今垣、間に6号艇高倉続きます。2周1マーク、2番手争い混戦の中、1号艇中西握っていく、5号艇今垣、内は3号艇同時、最内6号艇高倉が続きます。2番手争い混戦の中、外から5号艇の今垣が3艇身リードを取って単独2番手上がりました。3番手は1号艇中西優勢も差がなく、6号艇高倉、3号艇当時が続きます。2周2マーク、2号艇室田が旋回、5号艇今垣2番手、3番手は1号艇中西、外行く3号艇の当時、最内つく6号艇高倉でホームストレッチ。3番手は1号艇中西が振り切りました。3艇身のリード。現在の上位体系は2番5番1番の体制、後方3号艇当時、6号艇高倉4番手並んで、4号艇渡辺が最後方です。2号艇室田康文が先頭、2番手は5号艇今垣幸太郎、3番手は1号艇中西、2番5番1番の体制、その後ろは離れて3号艇当時、6号艇高倉4番手争い並んで、最後方4号艇渡辺、最終ターンマークです。シリーズ2勝目に向かいます。2号艇室田康文が先頭、2番手は5号艇今垣幸太郎、3番手は1号艇中西博文、守り切って2番5番1番第5レースゴールです。先頭2番室田が五輪、2番手5番今垣五輪、3番手1番中西五輪、3番当時6番高倉、ラスト4番渡辺五輪です。第5レースの確定をお知らせいたします。1着2番2着5番3着1番以上でございました。浜名湖の日刊スポーツウィンターカップの開催の3日目、予選最終日の序盤戦は2レース予選競争を迎えています。1号艇中西博文、2号艇道正正也、3号艇には吉田一郎、4号艇本部慎吾、5号艇五段田忍、6号艇長野道夫、以上6名の対戦です。バックが6艇、動きはなく定番通りの進入へと収まっていきそうです。インコースに構えていくのが高枠の中西博文。中西がまずはゆっくりとインコースを抑えていきます。その奥には土性正也、そしてセンターの3コースが吉田一郎で、このレースは吉田一郎が人気の軸に押されました。
続いて本部信号が4コース。今ゆっくりボートが後方に向き始めたのが本部で、5コース5号艇5段田忍、大外6コースは地元長野道夫です。一船さん4号6枠番通りの3対3と分かれました。角は4コース本部信号でインに中西博文、スタートまで10秒を切った第2レース予選競争はインコースから1番、2番、3番、4番、5番、6番です。予選競争第2レーススタートしました。3号艇以外の号艇がほぼ横一線のスタートになりました。先に待っていくのは1号艇の中西で、土性が2コースからまくりに行った。3号艇がかなり行き場を失う形になって、4番6番懐つく握っていきながら真ん中へ5号艇の5段高旋回バックへ入っていきますが、先頭は1号艇の中西が押し切っています。2番手は2号艇の土性正也、3番手内に長野、センターに本部、外から3番と5番、スタートは正常でした。2番手の内側にも迫っていく長野道夫ですが、外側から握っていきます2号艇の土性正也がここかまして方面折り返していきます。2着争いはアウト側に2号艇の土性ですが、内側から迫ってきました6号艇の長野道夫。さあ長野が完全に2号艇を捉えて並んでスリット前を通過、21マークの旋回に向かいます。今度は内側から6号艇の長野道夫が2号艇が外を待ってバックストレッチへ入っていきまして、また外からわずかに前へと出てくる2号艇の土性、内側で粘れるかどうか6号艇の長野道夫。22マークの旋回に入ります。2番手ですが6号艇の長野、内側から迫って先に待っていく外から2号艇土性、今度は構えてその内側へ切り込んでホームへ折り返していきました。2番手争いですが、内捉えて2号艇の土性がリード、しかし粘る6号艇の長野道夫。2番手3番との定間およそ2停身半でスリット前を通過しました。3周1マークの旋回に向かいます。2番手ですが、内側から先手を取るのは2号艇土性正也、6号艇の長野道夫ですが、ここは外へと握って追いかける形とはなったものの、2番手には2号艇の土性正也、3番手が6号艇の長野道夫です。上位体系が 1,2,6、 2番手3番手の定間変わらず2停止半という状況で最終コーナーの旋回です。先頭は1号艇の中西博文、2番手は2号艇の土性が先取り、最後に6号艇の長野が懐へ切り込んで追いかけようとはするものの、2番手ガチでキープの2号艇の土性で台形そのままです。先頭は1番の中西ボーリン、2着2番の土性で、3着6番の長野、続いて5番の五反田、4番本部、そして3番の吉田ボーリン。第2レースの確定は1着1番、2着2番、3着6番以上です。リマスが人気を集めておりますが、大混戦となっています。かなりコース取りが激しくなりました。現在は 1,2,3,6,4 5号艇の松村幸太もいち早くホーム側、さあインコースを取り切ってスタートコースへ先を向けたのは1号艇の中西です。第3競争対戦の6選手は1号艇志賀中西博文、2号艇香川のメントリ深夜、3号艇埼玉の斉藤智弘、4号艇広島佐々木秀樹、5号艇が福井の松村幸太、そして6号艇兵庫長岡亮也、以上6メンバーの対戦です。1,2,3,6,4 結局4コース6号艇の長岡亮也から引く形になっています。スロースイキは定番通り、 1,2 コースは結局現在は V のやや内側からの起こしです。予選競争第3レース、追い風のコンディションは現在は 3,4 メーターとなっています。スロースイキ 1,2,3 ダッシュ 6,4,5 という並びになりまして、オレンジの12秒進回転を始めています。予選競争第3レース、進入体系はインコースから1番2番3番6番4番5番の体系で今スタートいたしました。
3コースがちょっとへこむ形になりました。1周1マーケットを向かう先行争い最初の勝負ところでありますが、まずはインカーニングル体制1号艇2号艇外つけ前狭いところ4号艇が差していく、さらには6号艇さらに5号艇接近いたしましてバックストレッチ向こう正面でありますが、さあここはリードを取って4号艇、その後2番手争いは一気に5号艇、しかし2号艇6号艇1号艇この4艇が固まっています。遅れを取ったのは3号艇の斉藤、向こう正面からこれから2マークの旋回スタートの方は前艇正常です。4号艇が先前体制、さあ外握っていったのは6号艇、さらには内側の方から5番1番接近いたしまして上位の体制は4号6か、それとも内側の方から1号艇2号艇、この後爆両者4番手争いという形になって小時計前を通過しています。トップに立ったのは4号艇の佐々木、リードの方は現在4艇身ぐらい、2番手追走でありますが5号艇の松村光太、そして3番手でありますが6号艇の長岡亮が外、そして内側の方から小回り旋回は1号艇の中西でありまして、最内のから2号艇も接近してくる。さあこの辺のまだ3番手争いは予断を許さないという状況で現在2艇審査に3艇占めています。上位の体制は現在は4番5番6番の体制、その後は2号艇メンドリ1号艇の中西並んでのこれが4番手争い、最後方から3号艇の斉藤という体制、レースの焦点は完全にこれは3番手争いという形になりまして上位の体制でありますが、4番5番6番の体制、2号艇ちょっとバランスを崩しかけましたが、最内の方から今度はグーンと1号艇の中西が単独の4番手に上位出しましたが、上位の体制は現在は4番5番6番の体制、後方1番2番3番という体制でありまして、これから3周目から1マークの旋回です。上位の並びですが4番5番6番の体制、バックストレッチ向こう正面直線コースに入っています。2連単のこの4号の組み合わせでありますが、これは人気サイド 5.6 倍です。3連単の4号6 19.1 倍を示していますが、内側の方からスルスルっと1号艇の中に接近してまいりまして、さあこの3番手争いラストマークにもつれるか、4番5番そして6号艇先前体制、そして内側の方から1号艇が切り返しを図ります。さあ逆転の3番手1号艇あって3連単の4号1、これは 40.4 倍、今1着4号艇の佐々木ゴールイン、2着5号艇松村ゴールイン、3着逆転で1号艇の中西ゴールイン、後ろは2番6番6番2番大接戦、最後方は3番がゴールインです。ボートレース下関第3レース予選競争開始です。対戦メンバー1号艇中西博文、2号艇村田敦、3号艇岸本隆、4号艇吉本正明、5号艇山本孝之、6号艇小島和弘、以上6名です。本番も枠なりとなりそうです。 1,2,3,4,5,6 の作戦待機行動、人気少し割れていますが後枠注目は1号艇中西博文、1回走りの2戦、昨日前半勝利も上がっています。シリーズ2勝目なるかという中西、2コース2号艇村田敦、こちらも1回走り、3コース3号艇岸本隆、地元1回走りは4号艇吉本正明、4コース後方門市、そして A1 レーサー兵庫支部の2人、5号艇山本隆之に6号艇小島和弘、外枠からどんな戦いとなるか、山本5コース、そして小島6コース。3対3、第3レース予選競争です。スリット付近、風向き少し変わって、今は追い風緩やか、強い風ではありません。わずかに追い風。第3レース進入インコースから1番、2番、3番、4番、5番、6番でスタートしていきました。4コース4号艇吉本がスリット優勢ですが、さあスリット後は2コースから2号艇村田がまくる展開、あとは刺して3番4番中5番外に1番内から6番ですが、2コースから2号艇村田のまくりが決まって前に出ています。2番手は4号艇吉本一歩優勢で、外に5号艇山本、内から6号艇小島、後方3番最後方1番でスタートは前提正常でした。2番手争い4号艇吉本先に回ります。そして3番手が5号艇の山本が一気に2番手前を取りました。4号艇吉本交代、そして3番手も6号艇小島が完全に捉えて2号6に変わっています。
4号艇吉本金さんの4番、さらには3番1番トス磯、2号艇の村田がトップで向かいます。2番手5号艇山本、3番手が6号艇小島、2番5番6番上位3艇やや抜け出して2号6、3艇審査の4番手に4号艇吉本、5番手1号艇中西、最後方に3号艇岸本です。2号6、2周2マークへ向かいます。2号艇村田敦がトップで2周2マークの旋回、2番手5号艇山本隆之、ちょっと詰まった5号艇山本ですが、2番手はかろうじて残しているか、6号艇小島が定冠を詰めに来ます。さあただ5号艇山本が直線では2号艇村田を抜き去るかという、さあ直線では伸ばしていくトップ争いが分からなくなってまいりました。5号艇山本外から抑える、2号艇の村田抵抗すれば6号艇小島にもチャンス向きそうですが、最終1マークさあ5号艇山本に対して6号艇小島が接近していきますが、5号艇山本前で一気に形勢逆転、5-6-2に変わっております。最終ターンマークへ向かいます。5号艇山本がトップに躍り出て、2番手6号艇の小島、3番手が2号艇の村田、5-6-2、5番6番2番、5-6-2、第3レースまもなくゴール、1着5番山本ゴールイン、2着6番小島ゴールイン、3着2番村田ゴールイン、あとは4番1番3番ゴールイン。第3レース確定をお知らせいたします。1着5番、2着6番、3着2番、以上です。上空は薄い雲が広がっていまして、風の方は依然としてホーム追い風が3メーター前後吹いています。8レース予選競争です。対戦メンバー1号艇志賀中西博文、2号艇岡山山室信弘、3号艇大阪浜田貴弘、4号艇東京内山文則、5号艇群馬栗原和馬、6号艇埼玉白井智春、以上のメンバーです。3号艇浜田の動きに対しては内枠両者が抵抗しました。インコースは1号艇中西博文が入っています。今日のオープニングレースは2コースから差して2着です。そして本番では枠番を主張したのは2号艇山室信弘が2コース、今日は最終レースの2走高枠デーとなっています。従いまして本番では定番通りになりました3号艇浜田貴弘が3コースです。4コースは4号艇内山文則、5コースは6号艇白井ともある、白井は昨日は最終レース逆転で3着に入っています。最アウト6コースは5号艇栗原和馬が向かっていくところです。角は4コース4号艇内山が取ります。3対3と2つに分かれました。本番では2コースになりました。2号艇山室信弘が人気の中心です。3連単では2-4-6の組み合わせが一番人気となっています。インの1号艇中西は100メーター切るぐらいでの起こしです。お時計12秒進すでに回転始まっています。8レース予選競争スタート10秒前です。進入は内から1番2番3番ダッシュは4番6番5番です。スタートしました。3コース3号艇浜田、5コース6号艇白井、わずかにコースアウト。1マーク逃げる1号艇中西、サス2号艇山室、マクル3号艇浜田、マクヒザさん4号艇内山、6号艇白井が続く。逃げる1号艇中西がマクリを跳ねのけたか。現在判定心から一定心リード、マクっていった3号艇浜田2番手、この内側から2号艇山室が続く。スタートは正常です。2マーク1号艇中西がクリア、2番手2号艇山室が先回り、握っていったのは3号艇浜田、切り込んでくる4号艇内山、2番手は外から3号艇浜田が優勢、3番手2号艇山室の内側から4号艇内山接近、左右茶6号艇白井が続きます。
3番手は混戦で1マーク、1号艇中西、3号艇浜田がクリア、3番手は4号艇内山、2号艇山野が競り合った。こうなるとチャンスが出てくる6号艇白井です。内をついた6号艇白井と丸が 2杯を差し切って、今度は3番手6号艇白井が1点差リード、4番手から4号艇内山、5番手2号艇山野が続く。第2ターンマーカー1号艇中西、3号艇浜田がクリア、3番手6号艇白井が先丸、切り込んでくる4号艇内山、握ってくる2号艇山野も、3番手6号艇白井が現在2停止リード。依然上位は1番3番6番最終周回です。3周1マークは逃げた1号艇中西博文が先頭、まくった3号艇浜田貴弘2番手、3番手道中追い上げた6号艇白井が浮上、136の体系、4番手争い2号艇山野、4号艇内山、最後方5号艇栗原が続きます。3連単のオッズは 46.8 倍です。最終ターンマークは1号艇中西博文が先頭でクリア、2番手3号艇浜田貴弘、3番手6号艇白井智春の順、内をつく2号艇山野は4番手までか、先頭1番中西五輪、2番手3番浜田五輪、3番手6番白井が五輪、2番山野が4番手、後方4番内山、ラスト5番栗原五輪です。第8レースの確定は1着1番、2着3番、3着6番でございました。